はの、二つあるぞい。一つは生ガキ、一つは干しガキ。あっちじゃ。干しガキはあっちじゃ。徳沼を越えて巣穴に潜り込み、干しガキ盗んでくれようぞ。干しガキ、どういうことだ。はい、困りごとかい。しからばお米じゃぞい。お米じゃ。困りごとあるならばお米を恵んでくだされよう。米だ。おお、おお、まさしく巫女様のお米。ありがたや、ありがたや。お告げを頼む。干しガキを欲するならば、猿回し、猿を踊らせ、食らわせなされ。甘しい。干しガキを欲するならば、猿回し、猿を踊らせ、食らわせる。猿を踊らせるとは一体。
極陽、いかがかね。死者たちにご冥福あれ。来ぬな。交代の刻限などとうに過ぎておるというに、誰も来ぬではないか。忍びどもがお堀、
侵入者。Thank you.
Thank you.
子様と絵馬殿が狙われておる。お二人を頼めるか。分かった。お主に頼み事とは全く尺じゃ。お主のことはよく覚えているぞ。死んだと聞いていたが、一体何を企んでいる？フクロウよ。企むなど滅相も。さあ、我と共に参りましょうぞ。この袋は巫女様の尊いその恩賜。お守りしたいだけにございます。お主は竜院に見入られたか。話すことはない。猿がよい。はい、すみませぬが、懐かしきこの眺めをもうしばし堪能したく、満足しましたら帰ります。生きておいでだったとは。計りごとよ。お前こそあの世死んだと思うておったがな。巫女様のお力にて死人より帰りました。それよ。はわしはあの巫女の力を流飲を手中にしようと思う。ですが。わかっておる。第一の掟により父が命じる。主を捨てよ。今よりあの巫女はお前の主ではない。巫女様を捨てる。そうじゃ、狼よ。父の言葉に従い巫女を捨てよ。できませぬ。できぬだと。忍びが情に流されるなど、なんと情けないことか。せがれよ。なぜこの父の思いがわからぬのだ。忍びの掟を忘れたか。掟は己で定める。そう決めました。我が主のように。少しは成長しておるようだな。やろうか。もうか。
神よ。参る。逆たぶるよな。狼よ、よくぞ育った。